玉川スピードウェイメインスタンド跡自社の路線案内図にスピードウェイとして紹介された玉川スピードウェイ。玉川スピードウェイは神奈川県川崎市中原区の玉川河川地区に存在した日本及びアジア発の常設サーキットオリンピアスピードウェイとも呼ばれた1936年5月9日に開業。東急東横線の玉川橋梁の川崎側の 北側付近に相当する。日本における自動車の黎明期である1910年代から、日本国内でも富裕層や外国人により輸入自動車によるレースが行われており、さらに1920年代には、白洋車のオートモ号など、国産の自動車メーカーが複数設立され、いずれもレースができる場所を探していたが、パーマネントサーキットがないために、 メグロ競馬場や須崎埋立地、代々木連平場や立川飛行場で開催するなど、開催場所の確保に苦労していた。このような状況を打開するため、アメリカでモータースポーツ活動を行っていた藤本軍司がパーマネントサーキットの会場を企画し、1930年代、初頭に放置新聞社とともに、日本スピードウェイ協会を設立し、 サーキット用地の確保に奔走した。その後東京横浜電鉄がオリンピア球場跡地を提供するとともに、同社が総工費10万円のうち7万円を出資した。さらに三菱グループの株主の飯田正美が3万円を寄付し、日本及びアジア発のパーマネントサーキットとして、1936年5月9日に開業した。一周1200メートル。 幅20メートルのオーバルダートトラックの左回りのコースに玉川の堤防土手を利用したコンクリート作りのメインスタンドを持つ構造となっていた。メインスタンドの収容人数は数千人程度でサーキット敷地内の最大収容人数は3万人とされている。運営は東京横浜電鉄が行った。1937年4月発行の東横メカマ 玉川電車沿線案内には、面積4万坪、コース1マイル、3万人を収容する大スタンド等施設管備セル、東洋一の自動車大競争場と記載されている。1920年までは、玉川の自然堤防があった場所であり、自然堤防場には、青木根集落として30軒ほどの家があった。 建設に関わる玉川の築堤建設のため、青木根集落の住民は、中原区上丸古典人町に移った。1936年6月7日には、日本自動車競争クラブをオーガナイザーとして、日本初の本格的な自動車レースとなった第1回全国自動車競争大会が開催された。開会式には大日本帝国陸軍の将官が列席し、 玉川沿いという、都心から遠く離れた壁地での開催にもかかわらず1万人以上の観客を集めるなど、大きな注目を集めた。当時横浜市にある工場で生産されていたフォードや、三井高校男爵が輸入したブガッティやベントレイ、インベイクタや、ハップモビルなどの様々な外国車のみならず、カーチスの航空機エンジンを搭載した改造車。 日産自動車などの日本の大手自動車会社もワークス体制を組んで参戦した。このレースには後にホンダ技研工業を創設するホンダ総一郎も自制の浜松号で参戦したが、レース中の他社との接触事故によりマシンが横転しリタイアしマシンから放り出されたホンダも骨折や視力低下を招くなどの重傷を負っている。 国産自動車部門で優勝したのは当時、三井物産の参加にあった、大田自動車工業が手作業で組み上げた、レース専用マシンの、大田号であった。なお、当日、スタンドからレースを観戦していた、日産自動車の相川義介社長は、敗北に激怒、社員に号令をかけ3ヶ月後の第2回大会に、雪辱を期した。同年10月に、 第2回大会が開催され、10カテゴリーに分けられるなどより細かいレギュレーションが採用された。今回も、日産自動車や大田のワークスチームのほか、第1回には出場していなかった、メルセデスベンツや MG、ボックスホールやダッジなど様々な外国車も参戦した。さらに、当時日本に進出していた、ドイツの自動車部品大手のロバート・ボッシュによる、商店も設けられ、 観客数も増え2から3万人を動員したと伝えられるなど開催が軌道に乗った。なおこのレースにおいては前回優勝できなかった日産自動車が雪辱を果たし優勝し新聞や雑誌などに大々的に広告を打った。1937年5月16日に第3回大会が開催された。この回も多くの日本車と外国車が参戦したが、 前回優勝した日産自動車のワークスチームは参加を見送りライバル不在の中で大田のワークスチームが優勝を飾った。1938年4月17日には第4回大会が開催され同時に全日本オートバイ選手権も開催された。しかし前年の7月7日にロコバシ事件をきっかけに勃発した。 日中戦争の激化を受けて施行された物資動員計画に伴うガソリンの配給制以降や陸軍大臣の杉山本が議会において東京オリンピック返上を進言する中第4回大会を最後に自動車レースは行われなくなった自動車によるレースは休止を余儀なくされたものの1939年9月にヨーロッパで 第二次世界大戦が開戦し、ドイツやイタリア、イギリスなどで、レースの開催が中止された後もオートバイの草レースが開催されていた。しかしオートバイによるレースも、1941年12月の大東亜戦争の勃発を受けてやがては終了を余儀なくされ、その後は同盟国のドイツやイタリア、敵国のイギリスやアメリカなどと同様に全くレースが、 開催されなくなった。しかし、1945年8月に、第二次世界大戦が終結し、間もなく軍事用に回された余剰ガソリンが、市中に出回るようになると、ほどなく、愛好家たちによりオートバイの草レースが、行われるようになった。またこの頃、この場所を公営競技場として使用する計画が、持ち上がり、1949年には、 オートレースの創設を目指して結成された日本小型自動車競争会の主催により戦後初の全日本モーターサイクル選手権が開催されている。しかし当時すでに競輪競技が創設されていた上に翌年の1950年10月に千葉県に船橋オートレース場がオープンしたため代わりに競輪場を建設する方向で 神奈川県などの自治体が動きを見せていたが、河川敷における水害の心配や、地理的に近隣にある川崎競輪場などとの競合が懸念されたことから、結局この話が実現することはなかった。さらに、連合国の一国として、関東地域の占領業務に当たっていたアメリカ軍の将校などが、横田基地のエプロンや滑走路でジムカーナなどを開催し始めると、 日本における自動車レースの活動の中心がそれらに移ることとなる。なおこのようなアメリカ軍基地内でのジムカーナは1952年に日本が連合国軍の占領を脱した後の1960年代に至るまで開催されていた。このような形で利用者も減り、さらに戦後に首都圏への地方からの流入人口が増加したため、 周辺地域に住人が増えてきたこともあり、騒音問題が取り沙汰されるようになり、また公営競技場としての建設計画もなくなったこともあり、1950年代の初頭には廃止されることとなった。サーキットとして廃止された正確な時期は不明だが、1952年に野球場に改装され、東急フライヤーズが二軍グラウンドとして使用するようになった。 1962年に第1回全国自動車競争大会にも出走した本田総一郎が三重県鈴鹿市に鈴鹿サーキットをオープンしたがそれまでの間は日本国内に自動車が使用できるパーマネントサーキットは存在しなかったなお首都圏のパーマネントサーキットとしては鈴鹿サーキットのオープン後の1966年には 静岡県に富士スピードウェイが、1970年には、茨城県につくばサーキット、1997年には、栃木県にツインリンクモテギが、2009年に、千葉県に袖ヶ浦フォレストレースウェイがオープンしている。また1965年には、千葉県に船橋サーキットもオープンするが、こちらはわずか2年後に閉鎖された。開設80周年を記念するプレート。 奥は、メインスタンド跡跡地の中央には、日本ハム球団玉川グラウンドが造成されたが、メインスタンドは、玉川の土手に、コンクリートで直接作られたこともあり、現在も、護岸のような形で座席の跡や階段が現存する。コースは最後まで舗装されず、ダートであったため、現在もコーナーの様子などが、野球グラウンドの敷地の隙間などで線形を、うかがうことができる。 2016年5月に玉川スピードウェイの開設80周年を記念するプレートが現地の観客席メインスタンド跡地に設置された。しかし2021年7月堤防に残る観客席部分は河川管理施設等構造令の基準を満たしておらず堤防の傘上げと拡幅が必要となるため観客席を取り壊す胸の通達が 国土交通省をより出された。跡地の保存と情報発信を行う玉川スピードウェイの会が国交省を呼び、川崎市に観客席の移行を残すよう求める動きもあったが、国交省は同年10月18日より工事準備のため立ち入りを禁止、11月初旬より取り壊しの予定としている。全国自動車競争大会に関するカテゴリー、 ありがとうございます。